サッカーキングチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。真島達也です。佐藤久人です。久人さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ゴルフを最後にまさか2回目に会う時、そうだね、この確かにサッカーキングで一緒になるとは思いませんでした、うん、今回は僕がしっかりこう仕切らせてもらうので、うん、いやもうそれはもうお手柔らかにお願いします、はい、僕ゲストで、ゲストです、僕の、はい、第1号のゲストですから。そうですね、はいはい、だからちょっとお手柔らかにお願いします、はい、ということで今日僕たちが、何をしますかと言いますと、キャプテン翼戦えドリームチーム、久田さんとキャプテン翼、うん、戦えドリームチームをガチンコで今日は勝負したいと思います、はい、一緒にやっていきたいと思います。でここで突然ですが、はい、このキャプテン翼、うん、戦えドリームチーム、うん、はい、出場するとしたら、うん、どんな必殺技が欲しいですか。いっぱいありますよ、必殺さんといったら。必殺さんといったらもういっぱい。でもね、やっぱりお兄ちゃんとの共同作業で、やっぱりこう児童くんも使いながら、立花兄弟のやっぱりスカイラブハリケーン、あんな真似してましたね、うん、いや双子だからさ。そうですね、それこそ小学生の時にね、ゴールのところに登るとかさ、はい、で体大きい子にとりあえずこう座ってもらって、本当に俺らは飛べるのかっていうのをあ、それやっぱやるんですね。やったやった。あ、双子はやっぱそういうのやるんですね。やるやる。でも全くもってそりゃそうっすよ、できないっていう、まあ、実写がいかに難しいかっていう。じゃあなぜ今回このキャプテン翼戦えドリームチームでプレーをするかと言いますと、僕たちのゆかりのある思い出のユニフォームを着たキャラクターが登場してくるんです。わかります。あ、J リーグのユニフォームをクラブのユニフォームを着た選手が実際に出てくるので、うん、今日はちょっとこう、はい、その映像まず一緒に見ましょう。はい、誰がいる。この決定的な場面、外すわけにはいかない、うん、気合で切り抜けてやる。右サイドは俺の得意とするところだ。高すぎるの渋い、渋いですね。渋いよ。チームワークで守るんだ。怖がるな、飛び込め。いやすごいですね、実際にこのユニフォームを着た選手が、ね、J リーグのコラボ、 FC 東京は三杉潤、うん、ジュビロ磐田が今野さんじゃなくて石崎亮、そうそうそう、でサンフレッチェ広島が高杉慎吾、うん、ちょっとまた渋い感じの、渋いね、で東京ヴェルディが滝はじめ、うん、まあまあいろいろ差はありますけど、もちろん僕たちが見てきた石崎君、まあこれね、高橋由伸先生がこのキャプテン翼をこうずっと物語として進めてる時に、多分こう育っていってこの J リーグの舞台に入っていくっていう時に、どのキャラクターをどのクラブにっていうのは多分その時のね、あ、その時のクラブの立ち位置っていうのがあるから、僕は、ね、やっぱりこのサンフレッチェ広島っていう、僕も長く在籍した、はい、やっぱりこう思い出のあるクラブで、高杉くんが、いや高杉くんもいい選手ですよ。いい選手ですよ、はい、いい選手ですよ。まあ顔はちょっとね、まあ、キャプテン翼の数ある色濃いキャラクターの中で確かに確かに、なぜ攻撃的な選手じゃなくて、ね、確かに、まあ、サンフレッチェ広島っていうクラブはもちろんね、優勝した時は攻撃的なサッカーだったけど、やっぱりこう元々は守備をしっかりっていうのがあるんで、あ、そうなんですね。そういう意味ではまあ高杉くんがこう最後尾で、フォワードの選手が高杉くんを使う、はい、うん、イメージないんでちょっと楽しみにしたいと思います。そうだね、うん、早速ですが、うん、こういろんなチームあるんですよ、はい、見てみたいチームあります。まず僕がもうちゃんと、まあ、僕とマスの共通点は、まあ、もちろんね、昨年まで一緒にジェフでプレーしていたってことと、はい、時期は被ってないけどレガルタ仙台でもね、確かに僕は2003年4年、マスは2018年7年かな、7年のね、はい、プレーしたので、じゃあベガルタ見てみましょう。ちょっとベガルタをね、おお、これがまあ最新のユニフォームということで、あ、そうだね、今年の、はい、こうちょっと今まではこうなんていうの、ね、ベガルタゴールドに、うん、まあ、こうメインでアリソヤマさんが入ってるけど、はい、なんか今年はその青色になってるよね、そこが。前は結構ちょっと気になるところ、短パンがやっぱ短いですね。短いね。あとしっかりソックス上げてるよね。そこの昔の感じは戻っ、あれですね、変わってないですね。え、これアウェーもあるんですね。本当だ。
あとさ、すごいのがさ、こうメインスポンサーだけじゃなくて、ちゃんとこの鎖骨の部分のさ入ってるとこまで細かく入ってる。これは喜びますね、うん、いろんなところ。これこうやってこれ回転できないんだ。背中も入ってるのかな。あ、回転できるのね。横も入って、はあ、すごいわ、すごいわ。ね、今年からさ、一番はこうフォントが、背番号のフォントが統一されたじゃん。変わりましたからね。まあジェフはさ、歴史あるフォントずっと使ってたからね。そこはそうですね、やっぱり一番変わったなって。変わりましたね。いや、すごいな、ちゃんと細かくやっぱ再現されてますね。うん、ユニフォームはキーパーもあるんですね。キーパー、これジェフのやつもあれ、今年はもうあれか、犬入ってないのか。犬入ってないですね。今年あれか、千葉県が、はい、千葉県が入ってますから、ね、ジェフは。いえ、あの辺り、僕はそこら辺ですね。まずもうちょい左じゃない。おへそかな。俺ね、ちょうどね、あの富士電機の、あ、富士の、そんな上ですか。いや、俺もうちょい下。僕あの、おへその上、あ、まずだいぶ左じゃない。 あの乳首の右、乳首の下ら辺です ね、あそこですね、僕住んでるの、うん。これすごくな、これです、川口さん。あ、これ吉勝さんね、はい、これを見て育ちました。これもさ、これだったらもうさ、顔吉勝さんだよね。そうっす、もうこれ顔なくてももう吉勝さんだなって、ね、分かる。ね、これさ、ちょっと右のさ、イタリアちょっと映してよ。これさ、もうこれさ、前科じゃない、分かる。もうこれ分かっちゃう、もうここまで来たらか、ね、もう顔はめていいんじゃないかな。あとこの左下のさ、あの黒の代表もさ、これも吉勝さんか。吉勝さんですね。これ奈良さんか。奈良さんもいますね。あるね。じゃあ実際に、はい、このゲームを対戦してみましょう。はい、点の取り合いがいいな。うっ、シュ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 。おおお、まずの、いや、早い早い、移動が早い。いや、確かに、え、まだ見てない。ちょ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 。あ、まずがこうなるな、なるとね。はいはいはい、はい、すごい、最近のゲームって感じしますね。うんうんうん。あ、このレフリーは、まね、もう僕らの時代の時も変わってないね。長いことレフリーやってて、うん、今回もちょっと待ってください。シュ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 、よし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 、ちょっと待ってください、これ早いっすよ。これ立花兄弟でしょ、もう。おい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 、でーでーでー、やばい、来すぎ、てっぺん行け。よし、いいぞ。あ、取られちゃうんだ。ちょ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 。いや、二人に。伊沢くん。はいはい、これですね、絶対。伊沢さん、これは。すげえ難しい。どうせパスでしょ。いや違う違う、二人に対応されてからどうやってやってんだろう。あ、俺もやんなきゃいけないんだ。まずじゃない？間違えた。ノーマルやっちゃった。おーおーおー、すごい。おお。よし、うわ、懐かしい、そのパー、あー、これ懐かしい。いやいや、ここはさ、あれでしょ、久さん、これは絶対。いや、もうこれは難しい。いや違う、これもうパスだから、俺パスしかしないから。絶対だよ、これで終わって、あれ、いや強すぎるって。松山君、これで終わったんだな、やっぱり。お、いいぞいいぞ。いや、いい、また取られた、これ。ちょっと簡単、軽いな、プレーが。ちょっと、やばいやばいやばい。いや、いや、得意なプレー。いえ、いけでしょうね。かっこいい、かっこいい、いや、早い。ええ、ちょっと待って。あ、こんちゃん、こんちゃん、いや違う、こんちゃんじゃない、これは。こんちゃんじゃないですか。こんちゃんではない。いけ。こんちゃん。いや、まさか。こんちゃん。18番の。うわ、18番出たー。ブロック来たー。それそれ。え、マジ。お、これ、スタッフさん。ムササビ。ムササビです。双子じゃないですか、これ。そう。チェームス。いや、ちょっとやばいやばいやばい。全力全力。お、来ましたよ、頭ボール。そうだね、ボール奪うんだよ。いや、なかなかシュートまでいかないですね。いかないね。頭がサッカーボールってどういうこと？どうやったらその発想になるの？
ジェフ昔ね、でしょ、よっしゃ、おい、ここで、そうそうそう、早い早い、よくいるよ、Jリーグでもね、チャンスでね、いや、そうなんだよ、このまま行こうか、久田さん、え、シュート1本持ってないです、確かに、ゴール前俺でも侵入してない、カメラ回ってます、あ、まあ、もう集中しすぎてます、あ、オッケーどれぐらい侵入しなきゃいけないんだろう、そうなんですよ、ね、久々さん多分ね、あれ結構もうゴールエリア入ってましたよ、マジ、いけいけ、プレス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 、あー遅かったか、負けないぜ、パスだなこれ、やばい、ちょっと待って、ドリャー、お願い、あーよーし、振ったんだ、あーしく、またこれぐらいでちょっとね、ゴール前のシーンがゼロ、よしよしよし、あ、やばい、よしよし、やった、ちょっと待ってください、松山くん死んでますよ、松山くんどうやってボールをなんの、このまま行くぞ、簡単に抜けると思うなよ、見ないでくださいよ、いやいや今見てました、今見てない見てない、カンニングですよもうどれどれカンニングですよ、どれどれそれ杉くんな、僕はここで打つ、いやいや遠い遠い、見せかけてほら、よし来い、おついに、いやもうこれはね、もうこう若島津君に入んないでしょ、ペナソトは、いや打つ、これ楢崎聖吾と同じでペナソトは絶対入んないから、ほら、あ、当たった、やばい、こぼれ球、カウンターカウンター、いやー、いやこぼれ球そんないかないでしょ、パンチングでペナソトまで、いや体のどこかに当たってくれ、いやいやいや、そんなキーパーいる、当たってる当たってる、当たってくれたぜ、でもこぼれ球こぼれ球、ほら来た、見過ぎか、どっかに当たってくれ、体のどこかに当たってくれとか、そんなキーパーもう俺やばいやばい、任せらんないんですけど、なんですか体のどこかに当たってくれって、監督どういう感情で使うんだよ、どっちどっち、いやいやドリブルかー、シャーン、ちゃちゃちゃ、まさかの PK、 あ、これね、久田さん、久田さん、おい、まんま受けられないっすよ、久田さん PK 蹴るとこ僕いつも知ってますからね、知ってる、はい、まさおか、やたらほっぺ出てますけど、ね、久田さん、むささみたい、久田さん、知ってますよ、久田さんはいつも、ちょっとちょっと最後絶対こちらって言って真ん中、いや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 、あ、ポスト、え、やったー、ポストどういうこと、力入ってたぜ、力ギュッて、その押し方、ちょっとちょっと、いや、死守しましたわ、サッカーキングのレギュラー真島達也よかった、負けてたら交代でしたよ、いや待って、シュート1本ずつってあ、パス多いですね、パスはね、やっぱね、こんなもんなのかね、いや、多分もっと入るんじゃないですか、僕らの世代、僕らのイメージはとりあえずシュート打てば入るかなっていう、そう、もっと遠くからシュート打ってもよかったのかな、あー、そこはちょっと難しいな、ましょう、はい、練習しておきますということで、久田さん、はい、お疲れ様でした、楽しかったですか、楽しかったね、あの点がお互いね取れなかったのは、そうですね、これ見てる人からしたら点入んないからちょっと待てよと思いましたやたらなんかボールの奪い合いじゃないかみたいな、点取ってくれって多分思ってたと思うんですけど、やっぱね松山くんと高杉くん、ここがやっぱりセンターにいたからね、いやー、やっぱこのボタンを早く押さなきゃいけないっていうちょっとプレッシャーが、そうだよね、よかった、いつも実際の試合では負けてばっかいたんで、いやいやいや、今日はあのまあ負けましたね、ゲームで勝ったんで、はい、よかったです。キャプテン翼の原作内で実際に J リーグに所属している選手が、キャプテン翼戦いドリームチームの中で2021年の J リーグ公式ユニフォームを着用して登場します、うん、はい、今回は二杉純など手に入るキャンペーンを開催いたしています、よろしくお願いします。で、J リーグのコラボは5月21日金曜日までやっていますので、皆さんもぜひ遊んでみてくださいということで、はい、今回は、はい、このキャプテン翼、はい、戦いドリームチームで実際にプレーしてみて、はい、楽しく楽しく盛り上がりました、はい、だいぶ途中話脱線しました、脱線しましたけど、はい、
久しぶりにこうやって会って、はい、まさかゲームでお会いできると思わなかった、はい、でも楽しかったんで、はい、またよろしくお願いします。またぜひお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。